はい、お疲れ様です。第16回路上生活者支援活動、本日はお弁当とお菓子とお茶を配給したいと思います。皆さんよろしくお願いします。ここでジュースもらってで渡してて、じゃあこれから配給をしたいと思います。よろしくお願いします。はい、どうぞって、どうぞ。私たちの後ろに並んで、頑張ってください。はい、どうも、どうも。頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ってください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 。頑張って、こちらになります。頑張ってください。ありがとう。頑張ってください。いやー、すごい。頑張ってくださ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 い。ありがとう。ありがとうございました。今日ありがとうございました。ありがとうございます。もう第16回ということで、だいぶ日も落ちてきたね。そうですね、もう寒くなってきたんで、こっからいよいよもうちょっといろいろ考えなくちゃいけないなと。また去年の確か北海道とかもあるんで、はい、もう全部持ってきて、でまたやっぱりあったかいものやりたいけどガスが使えないとかいろいろあるんで、はい、そこは工夫しながら、そうですね、ちょっとやりたいなと考えてますんで、はい、ちょっと人数は少なくなってますけど、トカゲさんも来てくれてますし、力を合わせて今後も頑張っていきたいと思っております。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、今日ありがとうございました。今日どうでした？いろんな方にご飯を配られたり、ありがとうっていう感謝の言葉を言われて、とても嬉しかったです。ありがとうございます。また来月もお手伝いよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日どうでした？そうですね、やっぱりこういう世の中なので、まだまだこういう方いっぱいいらっしゃるんだなと思って、すごく感慨深いものがありました。ありがとうございました。ありがとうございます。